鶴っていうのは海を渡ってくる。ご支援チケットをご購入いただいた皆様、ありがとうございます。劇団扉座の砂田桃子です。今回はおとぎの棺で女という役をやります。6月に公演予定だったんですけれども、それが公演中止になってとても残念に思っていたんですが、こうやって12月に公演できることになってとても嬉しく思っております。これも応援してくださる皆様のおかげです。ありがとうございます。女という役は偉人の役 で時代背景も今の現代とは全く違う、貧しい雪深い村の昔の昔のお話なんですけれども、普段扉座で横内さんが書いてくださる本はやっぱり私がやるってイメージして当ててくれる役が多いので、今回のようにもう全く私とかけ離れた偉人の役ということで、そういう意味でいつもと違った砂田桃子を見ていただけるように稽古に励んでおります。これで一皮向けた砂田桃子になって、今後の公演でもその成長した姿を皆様に見ていただけるように頑張りたいと思いますので、このコロナが落ち着いた時にはぜひ劇場に足を運んでください。お待ちしております。扉座の犬飼淳二です。おとぎの棺では善治という役を務めさせていただきます。この度は皆様ご支援チケットご購入いただき誠にありがとうございました。僕やっぱりこれ入って2年目か3年目ぐらいで裏ついてるんですよ。でやっぱり特殊な芝居だったから、そこは思い出深い。まさかそれその作品、あれこれ回ってんの？回ってます。それをまさか何年後かに自分がやるとは思ってなかった。2回裏についてるんですよ、はい、杉山さんがとかバンさんがやってた時のやつに、うん、特殊ろうそくと、要はもう役者の肉体だけで芝居演劇ができるって究極の演劇だと思うんですよ。やっぱりどうしたってこれ回ってんのってこれ言わなくていいみたいな。やっぱり音響さんとか照明さんとか の力があって、すごい舞台って役者と演出と音響と照明、それが合体して皆さんにいつも見てもらうエンターテインメントな感じになるけど、もうこれに関して言えば照明さんも音響さんもいないで、基本は役者だけで音も出すし肉体だけで物語を進めていくっていうのは、うん、その初めて裏に着いた時はすごい演劇だな芝居だなと思ったですよ。横内さんもよく言ってたけど、3密なんて一番演劇の極みのことだっていう言ってて、そしてお客さんもたくさん1箇所に集めてって言って、もう正直劇団もう大変なことになってしまって、もう演劇界全体がこのままもう元には戻らないんじゃないかっていう危機感を持ってましたが、でも今なんとなく試行錯誤しながらお芝居がゆっくりと歩き出している状態になってますので、そのちゃんとしっかりとまだよちよち歩きかもしれませんけど、2本の足で立ってまっすぐしかも走っていけるような状態になって、そして皆さんが安心して見に来れる時が来たら、皆さんもぜひ足を運んで扉座の芝居を見に来てください。よろしくお願いします。扉座の中原道代です。この度は
ご支援チケットのご購入ありがとうございました。このおとぎの棺は、私は3回目なんですけれども、息子を溺愛するちょっともう変質的な愛情を持って息子を囲っているという妖怪のような母親を演じます。皆さんにこんな人がいたら怖いなって思ってもらえるような、役作りをしたいと思っております。そうですね、初めて外国で公演をやったんですけれども、やはり、文化の違う国の方たちと一緒にお芝居を作るっていうのはなかなか大変なことだなと感じましたけれども、ただ毎晩ですね、とっても美味しいものをご馳走していただいて、焼肉や鍋や美味しいキムチたくさんいただいて、そしてホテルもですね、海の見える素敵なホテルを取っていただいて、毎日楽しく食べて飲んで過ごしたなという思い出があります。でもですね、ちゃんと周りのキャストの皆さんは綺麗な方や綺麗な男性もおりますので、私のような鬼ババだけが出演するわけではありませんので、どうぞご安心していらしてください。今年最後締めくくるにふさわしいお芝居になるように頑張ります。ありがとうございました。岡森明です。この度は支援チケット購入誠にありがとうございます。本当にこんなチケットを買っていただけるっていうことが信じられない気持ちでいっぱいです。愛されてると思っていいのか何なのか、本当に心から感謝いたしております。今回のこのおとぎの棺ですね、いつもの扉座のお芝居と違ってほとんどエンターテインメント性ってございません。ギャグとか歌とか踊りとかって一切ないんですね。でただただろうそくの明かりの中で4人きりの芝居をみっちりやるんです。で、おとぎの棺というタイトルですが、おとぎ話ではありません。本当に寒村の貧しい農民が4人必死になって生きているっていう、そういうお話なんですね。ぜひ見てもらいたかったです。でいつの日かこうコロナが落ち着いてこのお芝居を見ていただける日が来ることを心待ちに僕たちしております。その日が来るためにこのお金を僕たち大事に使わせていただこうと思っております。本当にありがとうございました。でこのおとぎの棺ですね、で前回では韓国公演って言って、僕も生まれて初めての海外公演をしたんですね。で主演の女優さんが韓国の方でっていう、正直本当にこういうなんていうの、落ち着いた暗いお芝居なのに本人の気持ちはもうハッピーハッピーで浮かれまくってたっていうのが申し訳ないです。正直の気持ちだったんです。初めて海外で公演ができる、で綺麗な韓国の女優さんも来ているってことで、なんかものすごい浮かれた気分でやってたのが正直な気持ちです。とても楽しかったっていう一言で言ってしまえば、本当に韓国行った時韓国の人たちみんな優しかったですしね、身も知らない韓国の方が本当に食べ物屋さん入っても何しても親切によくしてくれて、あ韓国ってなんていい国なんだろうっていうのが率直な感想です。で今回だからコロナ禍で改めてこのお芝居をやる意味っていうのを砂田と犬飼と、中原とやっぱ改めて噛み締めながらやらなきゃいけないお芝居なんだなって思っております。このコロナ禍でご来場してくださるお客さんもいらっしゃるわけですね。その人たちに僕たちが今何を届けなきゃならないのかっていうのをしっかりもう一度考え直して演技してお届けできればと思います。それで今回残念ながらご支援だけに終わった人たちにもう一回りも二回りも大きくなったおとぎの棺という素晴らしいお芝居を届ける日が来ることを望んでやめません。よろしくお願いします。